出られるも。そうはいきませんよ。イーラのテロリストを捕らえたという実績が取り逃がしたお手になってしまうのは困るな。水玉色の子はクリスタル、お前は天の聖杯。忌々しいけどメレフの読み通りだったというわけね。ホムラのことを知っている？お前もホムラを狙っているのか？ お前も当たり前でしょ。天の聖杯、その力は空を裂き大地を割る。アルスト史上最強のブレイド。聖杯を求めない者はその価値を知らない愚者のみ。そして私は愚者ではない。だから私は聖杯を手に入れる完璧なサンダーランパイア。最後は論理が飛躍してますもん。 おあいにく、私もホムラもあんたの手柄になんかならないよ。テロリストの分際で生意気ね。行くぞホムラ。はい。もはやあなたたちの勝ち目などないわ。準備はバッチリ。アッツ。 ブレイドを盾にするような戦い方を。はあ、何を言ってるの。ブレイドはいくら傷ついても再生する。けれどドライバーが死んでしまえば元のコアに戻ってしまう。だからブレイドが盾になるのが当然だって。あんた最低だね。体の傷は再生しても心の傷はなかなか癒えないんだよ。 私にはブレイドの気持ちがわかるんですね。お優しいドライバー様もいたもんね。僕の出世のため、その聖杯を渡すのです。張り切りすぎて転んだよ。マジか。これでもアーシェ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 
も。おめでとうございます。この炎はあいつか。今度はドライバーと一緒ってか。炎の貴公子メレフ。メレフ、スペルビア帝国特別執権官メレフ、帝国最強のドライバーにして同じく帝国最強のブレイダー、カグツチの使い手。最強かける最強で超最強ってわけか。待ち伏せされていたみたいですね。どうりでやけにあっさりと脱出できたと思ったわい。やはり毛布君には抑えられなかったか。あんたでしょ、私が処刑されるって嘘の情報をレッドスたちの耳に入れるよう細工したのは。良い勘をしているな。そう、君は君で利用価値がある。しかしレックスたちはもっと利用価値がある。少し違うな。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証。そのブレイドがまことに天の聖杯であるのなら、私にはやるべきことがある。やるべきこと？空を裂き大地を割るその力、二度と世界を焼かせるわけにはいかない。ホムラが世界を焼いただっていい加減なことを言うな。知らないのか、500年前の聖杯大戦での出来事。三つのアルスを雲海の底深くに沈めた伝説の力を。アルスを三つも。すべて歴史が語る事実だ。分かったぞ。ホムラを戦争の道具にするつもりだろう。誰がそんなことさせるもんか。そのような力を野放しにできないと言っている。嫌だと言ったら。力ずくでも君たちを拘束する。だったら全力で言ってやる。絶対にいやだ。ならばその意志、等しく力で見せてみろ、少年。こんなやつ蹴散らしてやるもん。花は100万のパンクぐらい。あっつい。これが絆ですもん。はっ、ほらも花と同じだもん。わかってないですもん。ストロング、スマッシュ。それらに虫がいるよ。考えるもん。どうした、君の意志の力とはその程度のものか。
ホムラは渡さない。聖杯とか力とかホムラを物扱いしてるお前なんかに。ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。同じことしかできないとはな。天の聖杯といえどドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれずに。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だがあれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火、火は水に弱い。水、あった！ミナ！あと少し走れるか？ああ！よし、来い！逃げるか？ホムラ！最大火力いける？はい！あと2回くらいなら十分！なさすぎるぞ、少年。そう来ると思った。花、頼む。了解です。水タンクだと。狙いはそれだったか。心外だな。何がです？このメレフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。なのにわざと外した。機転も利くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！天の聖杯、あの少年と共にあるのなら、解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様？いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。
てこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。な、お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え、約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って、住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だってだろ。なんだよその毛布みたいな三段論法は。たく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけて、ある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。ごめんなさい、強く巻きすぎました。いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも。痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫、かすり傷ですから。やるよ、俺が。ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。できた。どう？うん、いい感じね、レックス。同じですね。え？ああ、うん、同じだ、ホムラと。
綺麗だ。やっぱホムラが起こしてくれた焚き火だからかな。ん？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。